ポートースターが毎年1月に訪れていたエドガー・アーラン・ポーの墓碑。ポートースターは1949年から2009年まで毎年エドガー・アーラン・ポーの誕生日である1月19日にポーの墓碑を訪れて備え物をしていた謎の人物に対する非公式の呼び名である。目撃者によれば彼は黒い服に白いスカーフをつけつばの広い帽子をかぶっており、 墓の前に三本のバラと中身の減ったフレンチコニャックのボトルを置いて立ち去っていったという。毎年多数の者が彼を見るために集まり、また彼の毎年の訪問は、江戸川乱歩協会から非公式に支援されて、いたにもかかわらず、はっきりとした目撃情報も写真を撮られることも稀であった。彼の蘇生についての最終的な結論は出ていないが、2007年に、 なって、サム・ポーポラという人物が自分こそその人であると名乗り出ている。ポーポラはボルティモア・ウェストメンスター・ホールに勤めていた歴史学者で、彼は1960年代末に人目を引くためにこの行動を思いついたという。しかし1950年のイブニングさん紙、ボルティモア版には蘇生の不明な市民が毎年空のボトルを捧げていたとはっきり記した記事がある上、 ポーポラの話は語られることに細部が食い違っており、また彼は他にも同じ行動をとっていた人物がいたことを認めている。過去数年の間母碑の前に残されていたメモによれば、オリジナルのトースターは1949年から毎年他を訪れていたが、1998年に死去し、その後彼の息子がその伝統を受け継いだのだという。しかし新たな、 トースターの残したいくつかのメモの記述をトースターにふさわしくないと感じる者も,もおり2006年には複数の人物が墓地に押し入り新たなトースターの蘇生を暴こうとしたが成功しなかった2010年になって1949年以来初めてポートースターの訪れが途絶えたポートースターの訪れは1949年 エドガー・アーラン・ポーの死から一世紀後の彼の誕生日から始まった。その年の1月19日の早朝、先端を銀で覆った杖を持った男性と推測される黒ずくめの人物がメリーランド州ボルティモアのウェストミンスターホールの墓地に入った。その人物はポーの墓の前まで来るとコニャックで乾杯を行った。そしてそこから離れる前に3本の赤いバラと マーテルコニャックのハーフボトルを墓の前に残していった。三本のバラは、同じ場所に埋葬されているポーとその妻のバージニア、クレム、ギボのマリアクレムの三人を表していると考えられているが、コニャックの方は何を意味するのかはっきりしていない。しかし後になって、ポーの墓の前に残されたメモには、家族の伝統を尊重して、今まで通りボトルを置いていくという注意書きが書かれていた。 これらのボトルのいくつかは、ボルティモアのポー博物館に保存されている。トースターは、黒いコートと帽子をつけており、また顔を、スカーフやフードで覆っていて、通常は、彼の行動を、記者やポーのファンたちに見守られていた。2006年に起こった出来事を除けば、監修は、トースターの伝統を尊重し、彼の邪魔をしようとしたり、また正体を暴こうと試みたりすることはなかった。 なお、ポートースターのニックネームは、ポエテスターと引っ掛けた字口から付けられたものと考えられる。2008年1月19日に、ポーの母碑の前に残されていたコニャック。トースターは、通常の備え物に加えて、折々にメモ書きを残していった。これらのいくつかは、エドガー、君を忘れないのような、ポーへの系統を示す単純なフレーズであった。 しかし1993年に残されたメモには、明かりは受け継がれるという謎めいた語句が書かれており、トースターが病に倒れたか、あるいは死期が近づいているのではないかとの推測がなされた。1999年のメモには、オリジナルのトースターが1998年に死去し、彼の伝統を息子が受け継いだと記されていた。その後の目撃者は、トースターは以前よりも、 明らかに若くなっていると証言している。2001年、第35回スーパーボールでのボルチモア・レイブンズとニューヨーク・ジャイアンツの対戦前日に次のようなメモが残された。ニューヨーク・ジャイアンツ。暗闇と後輩、そして巨大な青がすべてを覆う。ボルティモア・レイブンズ何千もの賞で彼らは苦しむだろう。エドガー・アラン・ポーよ永遠に。 このメモ書きの内容はいくつかの理由で議論の的となった。トースターはこれまで一度もスポーツのような自治的な事柄に対するコメントを残したことがなかったし、それになぜトースターがポーの代表誌である大ガラスからチーム名が取られているレイブンスを好まないのか誰にも説明がつかなかった。この予言は実現せず、実際にはレイブンスは34から7でジャイアンツに勝利した。 2004年に残されたメモ書きには、フランス軍への当てこすりらしきものが書かれていた。バラの間に見つかったメモにはこう記されていたのである。ポーの神聖な思い出と彼の安息の地に、フランス製のコニャックは似合わない。非常に気が進まないが、家族の伝統に敬意を表してコニャックは置いてゆく。ポーの思い出よ、永遠に生きんことを。多くの者が、これは、 イラク戦争に反対したフランスを非難したものだと解釈した。2006年には複数の人物がトースターの正体を確かめるために墓地に押し入り彼に声をかけようとした。彼らがこの行動に出た原因のいくらかは近年の新たなトースターのメモがこの伝統を汚していると感じられたことにもあったと考えられる。エドガー・ランポー博物館のキュレーターであるジェフ・ジェロームは 記事の取材に対し、厳粛な儀式が無作法な者たちのために混乱させられてしまったと語った。2007年には、トースターを見に60人もの人々が詰めかけたが、この参加数はそれまでの最多記録となった。宝博物館のジェフ・ジェロームは、ラジオのインタビューに答え、多数の人が参加したこと、また前年に比べて監修が行儀よく振る舞ったことに喜びを表した。 ジェロームはまた日本からの参加者がいたことに触れ、この伝統が国際的に認知されていると語った。2007年8月15日、ボルティモアさんが見で92歳になるサム・ポーポラという人物がポートスターを始めたのは自分であるという主張を行った。ポーポラは1960年代末にウェストミンスター教会の歴史学者としての称号を受けた人物で彼は 教会とその集会を活気づけるために、ポートースターの行動を思い立ったという。ポーポラがその行動を始めたのは1967年で、以前ある記者の取材に答えて、ポートースターの伝統が1949年にまで遡ると話したとき、実際には1976年の記録を参照していたのだという。それに対して、ポー博物館のジェフ・ジェロームは、 ポートスターに関する1950年の新聞記事が現実に存在していると語った。ポーポラの娘は父のそのような行動は見たことはないが、しかし秘密めいたことを好む彼の成功には合致していると語っている。その後さらに調査が行われた後、ジェロームはポーポラの主張には大きな穴がある。マックトラックが通り抜けられそうなくらいに大きな穴だと話している。 エドガー・アーラン・ポー協会の役員であるジェフ・サボイエも、ポー・ポラの主張に疑義を表明したが、しかし彼は、決定的な証明を行うことはできなかった。2008年、ジェロームによれば150人近い人が、ポートースターを見に集まった。翌2009年は、ポーの生誕2 0 0周年に当たっていたが、しかし観覧者は、前年よりも少なかった。また、トースターも特別なメモなどは残していない。 2010年、ートースターは現れなかった。ジェフ・ジェロームはこの理由を明確には説明していないが、もし、トースターが伝統を終わらせる気であったのなら、生誕200周年の前年がその節目に当たっていたのだろうと推測した。ジェフ・ジェロームによれば、彼がトースターについて知っていることで、まだ公表していない事実が一つだけある。それは、 トースターの蘇生を表すヒントであり、ある仕草に関することである。トースターはその仕草を予期された通り毎年墓の前で行っているという。しかしジェロームはいつの日かトースターの正体をきちんと解明する望みを捨てていないので、今でもそれを明かすつもりはないとしている。ありがとうございます。